はい、どうもこんにちは、リジェクター DQ10 です。今日はですね、前回に引き続いてですね、今度は新最悪を行こうと思うんですが、一応また同じ編成でですね、ちょっと攻めていきたいと思うんですが、前回は、ちょっとねグダグダになりまして、モンスターの見落としとか、操作がちょっとめちゃくちゃで、決戦だけお送りしたんですけども、早速ですね、レジーナさんパーティーとハルベリさんパーティーで、パーティー同盟バトルを、結びまして、行ってみたいと思いますが、早速ちょっとボタンを押してみましょうかね。はい、指定の仲間と、はい、で、誘われましたと、はい、同盟を組みますと、はいはい、ということでマップはですね、旧最悪と同じということを聞いてますんで、行ってみたいと思うんですけども、構成はですね、あれ、ちょっと間違えちゃうんですよね、いつもね。まあ、降りましてですね、二人で頑張ると。いう感じなんですけどもね、ちょっと時間がどれぐらいかかるかわかんないですけど、まあ、まったりしたらカットということでいきたいと思いますが、新最悪どうなんですかね、ちょっとわからないんですけどね。まあ、これもいろいろですね、まあ、ハルベリさんは右から行こうと思うんですが、まず当たります。なかなか操作が難しい感じでございまして、あちらを動かしながら、こちらもやるということで、はいはい、ちょっと待ってくださいね、今レジーナさん操作してますんでね、ん？なんだこっちいないな。とにかく見落とさないようにしないとですね、一回やってますから、まだなんとかなかなか操作はいいんでしょうけど、骸骨いましたね。ちょっと引っかかってんな。あっ、あちらはちょっともうお任せしてですね、こちらはこちらで行くという感じで、さあどれぐらいかかるんでしょうか。あと7匹ですよね。レジーナが終わりまして、何もない、ちょっと待ってくださいね。ハルベリは走るで、こちらはちょっといろいろ見ないと、あ、いましたね、あたたたた、はい、向こうも先頭になりまして、とにかく見落とさないようにしないとダメなんでね。うん、はいはい、ちょっと待ってくださいね。いそうでいない、レジーナさんいそうでいない、こうですね、あ、いましたね、
結構両方操作して、やんなくちゃいけないですからね。はい、向こうもエンカウントしました。ここはもういないのかな。あ、いた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 、危ない危ねえ危ねえ危ねえ。なんかゴブル砂漠西って感じですね。分回し、分回し。レジーナパーティーはですね、ちょっと操作してませんのでね、あと2匹で、ちょっとマキちゃんのあれが MP が少ないかなって感じですかね。はい、で今レジーナさんを動かしてますが、はいはい、こちらはハルベリパーティーはあと2匹いるんですよね。また見落としてそうな気がして。あっと、いましたね、レジーナパーティーエンカウント。ということはあと1匹なんですが、あららら、例によってまたいないっすね、いないっすねこれ。あー困っちゃったな、これいないっすよね。戻るしかねえかな、うん、あ、いた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 、いましたいました、レジーナさん見つけました。はいはい、あ、じゃあ帰ります、すぐ近くに。あっちで戦ってますよ、ほら。はいはい、ではここでちょっと待機ですね。うん、いなくなりました。はい、じゃあ合流しましょう。はいはい、来ましたですね、レジーナさんがね。まあ私の作った8人のキャラが全員動いてるという描写を撮りたかったんでちょっとやってるんですけども、まあどんどん行きましょうかね。個人的には非常にドキドキするんですけども。はいはい、地下3階ですね。4つぐらいあったのかなこれ。キメラはじゃあハルベリさんにお任せして、このフロアはハルベリにお任せをして、はい、レジーナさんは西の方、左の方に行きます。もういないよな。あー、フロストギズモ、危なく危なく見落とすとこでしたこれ。絵的にはちょっと何もしてないね。はいはい、あそこで戦ってますんで、ハルベリさんはこのまま行くと。で、レジーナさんはどこだ、あれ、あ、ちょっと待ってくださいよ。あ、じゃあいいや、逆になります。レジーナさんは右から攻めましょう。
はいはい、レジーナさんは右に行きました。なかなかですね、方向感覚がね難しくてですね、ハルベリは左行ってます。こんな感じですね。うん、今レジーナさんがいる青いここに結構いたんでね、結構ですね大変だったんですけども、ちょっとお待ちくださいね。あ、まだ低い鳥がいるな。14匹。はい、この辺は一本道なんですけど、あ、ここにもいますね。結構3匹いますね。うん、まあ分回しでいいんじゃないですかね、この辺はね。チャンスまでいらねえかな。はいはい、ちょっと待ってくださいね。 B グループ降りちゃっていいかな。もう なかなかね見落とすとまた大変なんでね、結構大変なんですけどね。あ、いましたいました。ここにちょっとテラノライナーがいるんで、はいはい、じゃあハルベリー動きましょうね。はいはい、いやー結構こっちだけ見てると残念な感じですけど、火炎ムカデがまだいるな。あとこれだけかな。まあいいや、うん、順調です。もう一匹いるはず。はい、ここはもういいかな、いいと思うんですけどね。レジーナの方も一応終わったかなって感じですね。はいはい、ハルベリー次はこっちだ。はい、行きまーす。なかなかスムーズにね操作できないっていう、おそらくはあの動画ができた時には2画面サブ画面で出してますけど、基本的にはレジーナパーティーはオートで本人動いてないみたいな。ちょっと待ってくださいね、あと4匹か。あ、いいっす。あ、戻ってんな向こう。あらららら、ちょっとわかんねえな、なんかもう。はいはい、なんかトラップがありますよね、マップのね。
新最悪を倒したいだけなんですけどね、道中がね長くてね。向こうが今エンカウントしますんで、はいはい、今どこなんだこれ。あ、こっちがまだ遅れてるんですね。あと3匹ここにいた。あと2匹、これ倒してあと1匹って感じですよね。はあ、はいはい、ああいましたね、最後のサイレス。これが地下3階ですか。もう随分時間経っちゃいましたね。一応取りこぼしなしに行ってるみたいですけど、なかなかパーティー構成の話ができないんですけども、一応こちらハルベリチームはですね、ハルベリ戦士、ケリーさんは占い師なのでちょっと酒場登録できないんで、レベル86ですけど僧侶で、一応装備もですね、初心者用のコン物干し竿みたいなのを装備してやってますし、まあなんとか回復補助してくれればいいのかなっていう感じですね。それから今強力な、魔法を叩きつけたのがご覧のマキちゃんでございます。あまり私のチャンネルでは出番のないマキちゃんなんですけども、もう魔法使いをねカンストして、賢者で一応まあザオリクとかもできるということで、魔法使いでもいいんですけども、まあ、最悪の王ですから一応回復蘇生ができる賢者で来ておりますが、それからワイズさんは先日の動画でも解説がありましたけども、攻撃ができるようにバッチリ頑張れにしてですね、僧侶で槍僧侶で来ております。はい、で、こちらですね、レジーナさんの方も討伐を終えて今こちらに向かってきたとこですが、ちょっとここでですね、地下3階、はい、こちらで一旦ちょっとカットしたいと思います。はい、すいません。